田中一志一郎は愛知県壁海軍カリア出身の実業家。名古屋市南区の機械製造会社である太平製作所社長。1964年には名古屋市に名古屋市南図書館を寄付した。1904年に印刷校の息子として愛知県壁海軍カリアに生まれる。共栄貿易学校を卒業し、名古屋市西区の木工所に勤めた。やがて、 名古屋市南区小部町の機械製造会社である太平製作所に転職し、1943年に39歳で社長となった。名古屋市南図書館名古屋市南部工業地域の社会教育振興のために、1963年には南区北内町に図書館を建てて寄付することで名古屋市と合意に達し、1964年5月2日には5000万円を投じた。 図書館が開館した。私立名古屋図書館、名古屋市栄図書館、名古屋市厚田図書館に次ぐ名古屋市4巻目の図書館だった。開館の折には、杉戸清名古屋市長に、ゆくゆくは、各区に1巻ずつ設置したいと言わせている。初代南図書館は、ステージ付けホールがあることが特徴であり、地域の総合文化センターとしての機能も有していた。 初代南図書館の敷地内には、蛇子という配合で読んだことをは皆育ちゆくなり、物目又またという句の石碑があり、また、田中の像がひっそりと建てられていた。1967年には名古屋市図書館として初の冷暖房設備を南図書館に寄付した。地元の主婦らと共に図書館を拠点に俳句会を開催しており、1966年には、 月間俳句誌笠寺を創刊している。1979年に死去。1992年には、名古屋市南図書館が、隣接地の新館に移転したものの、田中が読んだ区費は、新館の玄関脇に引き継がれた。かつては、区費の由来などを記すものがなかったが、2014年5月には、南図書館長によって名番が設置された。同年4月から5月には、 南図書館、開館50周年記念展示として、田中一市一郎氏と南図書館が開催された。笠寺は500号を超えて発行され続けている。ありがとうございます。